ゲイリー・マジュースキーは、アメリカ合衆国のテキサス州ヒューストン出身の、右投げ右打ちのプロ野球選手。1998年の MLB ドラフトで、シカゴ・ホワイトソックスに2巡目指名され入団。2001年5月22日に、カルロス・オルテガとアントニオ・オスウナとのトレードで、アンドレ・トンプソンとオーランド・ロドリゲスと共に、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍。同年7月26日に、 ジェームス・ボールドウィン及び金銭ンンとのトレードで、ジェフ・バリーとオーナン・マサオカと共に、再びホワイトソックスへ移籍。2004年7月18日に、カール・エベレットガイア手とのトレードで、ジョン・ラウシュ投手と共に、モントリオール・エクスポズへ移籍した。8月26日に、メジャーデビューを果たす。2005年は、ナショナルリーグ2位の79試合に登板。2006年7月13日に、 3対5のトレードで、ロイス・クレートナイトン内野手及び、ブレンダン・ハリス内野手、ビル・ブレイ投手及びダリル・トンプソンと共に、新シシナ・キレッツへ移籍。2008年12月、フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。2009年12月にヒューストン・アストロズとマイナー契約を結んだ。7月18日に、サンカトリプル a ラウンドロック・エクスプレスに降格した。21日に、 ディフェとなった。2011年は、所属球団なく、2012年3月に、独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズと契約を結んだ。2013年も、引き続き、スキーターズでプレーした。2014年は、メキシカンリーグのカンペチェ・パイレーツと契約するが2試合の、当番で解雇された。その後、スキーターズと契約。2015年は、 メキシカンリーグのサルティオサラペメーカーズと契約するが4月29日に解雇となる。ありがとうございます。